図書館における台本版とは、図書や雑誌が本来配下されるべき位置にない時に、現物に代わって置かれる板である。英語からダミーとも言う。台本版は、監視によって使われ方が異なる。形状は、直角台形、直角三角形、長方形など様々である。材質については、日本では、木製が一般的であるが、 プラスチック製のものも登場している。また、厚紙、段ボールが使われることもある。氏名や学年等を書かせる台本版のイメージ図。ただし、これは一例に過ぎず、台本版を導入しているすべての小学校が、名前などを書かせているわけではないことに留意。日本の小学校図書館においては、 貸し出しに台本版が使用される場合があり、図書館用品、学校用品メーカーが台本版を販売している。台本版が導入されている場合、借りるときに図書のあった場所に台本版を入れるように指導される。これによって、図書がもともと廃下されていた場所に正しく返却すること、さらには、その意識の向上が期待される。また、低学年の児童は元に戻す位置が明らかである。 ことから安心して図書が借りられる。ただし、これらは、書家への返却を自動自身にやらせる場合の利点であり、学校司書や図書委員等が行う場合はこの限りで、ない。一方、考えることなしに返却できるようになってしまうのは、図書館教育上、好ましくない、煩雑であり、学校図書館利用を減退させるという意見や、台本版を導入していると2冊以上の、 同時貸し出しが難しい、書家を見なければ、貸し出し状況がわからない、などの欠点も存在する。また、学校図書館においても利用者のプライバシーを守ろうと、する機運が高まるにつれ、他社に読書記録が露見してしまうという欠点も指摘されるようになっている。公共図書館などでは、大型本の別地などに使われる。別地の際は、別地されている資料のタイトルや、 請求記号、別地の理由、別地先などが背の部分に書かれる。また、蓄時観光物が実物でなく別の媒体、例えばマイクロフィルムなどで提供されている場合にもその旨を示すために使われる。閉化式書家においても大本番が使われることがあり、古くは一般的だった。この用法としては職員が資料を推奨するときなどに、 資料のあった場所に台本版を挿入し、元あった場所に戻すときの目印にする。これには、別な要件で資料を探しに来た、図書館員を困惑させない目的も込められている。ありがとうございます。